ございます。パイの実、パイの実これ前やったっけ。やってないと思う。15ミリフィギュアってなかったんじゃない、うん、まだなかったっけと思うけど、うん、多分。まあいいや、当てておこうか。いちごミルフィーユ、なんか見た覚えもあるような内容にって感じなんだよね。ほんと、いちごのあれとかはあったかもしれんけど、あミルフィーユはなかったと思う。はい、食べてきます。はい、開けてきます。パッケージが可愛い、いちごさんです。いちごさんじゃねえ、リスが乗ってます。うん、これパパ見て、うん、見えないな。さっきパパがポイッとしたやつ、うん、いちごのミルフィーユ、うん、食べてみるって書いてある。マジか、ダジャレやダジャレ。はん、はい、え、いちごのミルフィーユ、ミルフィーユ食べてみる、うん、噛むなよって大事なとこだから面白いね、ちょっと遊び心出したの。ロッテの会社の人を上司に頼んだわ。何、ダジャレ好きな人に頼んだのかもしれない。上司の人が頑張ったかもしれないし、ね、新人さんが提案してきて、しゃあねえなみたいな、やってやるかって、新人の頼みやしとつって、ちょっと照れながら面白いね、ちょっと遊び心出したの。ロッテの会社の人を上司に頼んだわ、ね、何、ダジャレ好きな人に頼んだのかもしれない。上司の人が頑張ったかもしれないし、ね、新人さんが提案してきて、しゃあねえなみたいな、やってやるかって、新人の頼みやしとつって、ちょっと照れながらということで、今回はロッテパイの実、いちごミルフィーユ食べてみました。うん、食べてないよ。はい、そうですねですね、なんかもうそれだけでお腹いっぱいになっちゃった。パパだけ、パパだけ、うん、食べていきます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 。こんなんです、こんなんです。1個取り出すと、取り出せない、これこんなんです。ちょいこんなんです。なんかすごいずれてる、ずれてるやつ取っちゃった。まあこんなんですね。見た目はまあパイの実なんだけど、中のサンドしてあるのはミルフィーユを意識してあります。まあパイ生地同士だね。うん、ね、ね、はい、じゃあ食べていきます。どうぞ。ありがとう。つば飲んだよ。ちょっと待って、はい、うん、うん、うん、美味しい、美味しいね。あ、でもミルフィーユっぽいね、味ね、やっぱ。うん、もともとがパイだから、生地が結構あれだね、いちごの味がするよね。うん、ああ。僕食べれない。あ、どうぞ。どうですか、ミルフィーユっぽいね。ね、うん、うん、あ、でもこれ美味しい、止まんないかもこれ。一個食べようかな。食べとかないと、いちご好きがいるから。うん、うんだね、うん、怒るよ絶対怒るよ、あの子たち。その箱発見したら、パパとママまだ食べてるめっちゃ怒る、うん、パイの実っていうよりミルフィーユだよね、これは。ちっちゃいミルフィーユって考えていいよね。ね、うん、一つね。で、これもう一回ちょっと説明だけすると、このね、周りがね、この周りが桜色のサクパイです。で、中に入ってるのが甘酸っぱいイチゴとまろやかなカスタード風味のチョコって書いてありますね、これね。おいしい三重層が織りなす今だけの一口スイーツパイをお楽しみくださいって書いてありますね。ということで、今回早いですけど、ロッテのパイの実、いちごのミルフィーユを食べてみました。どうでしたか。うん、美味しかったです。美味しかった。まあでもね、美味しいよね、いちご好きにはいいかもね。うん、よかったら皆さん買って食べてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。